ワンビットハート。皆様に一つカミングアウトをしたいと思います。意外に思うかもしれませんが、私刹那圭介はおっぱいが大好きです。いやー、刹那圭介だよ。よーし、友達作りパート始まります。で、ここにおるってことはどういうことかっていうのはもうわかるよね。冒頭の挨拶も兼ねて含めてわかるよね、これ。そうだよ。今回はこのおっぱいハンバーガーことあずささんに友達になってもらいます。ちょっと名前ちょっと一瞬忘れとったわ。わふーでいかねえね。今日もおっぱいがさえ渡るぞ。ハンバーガーよりもでかいおっぱいが。あ、おいしい。なんか性的な目で見てしまうこの声。下調べやな。とりあえずまずこの人は明らかくんのお姉さんあずささん。食べることが大好きで主食はバーガーだよ。好物はやっぱり食べ物と飲み物かなっていうことを見ておいたんで、いろいろ食べ物を買ってきました。食べ物を見つくんだ。これ口説いた時にはデブになったりしないだろうな。ちょっとぽっちゃりっちゃぽっちゃりやけど、綺麗な細いぽっちゃりみたいな、細いぽっちゃりっていうのもおかしいけど、胸が大きくてそこまあ脂肪をついとんだろうけど、細いのはもうなんかキープできとるような体型やもんな。ナーシ君がバンバンお菓子与えて太っていかんか心配なところやけど、まあこんな感じでいろいろ食べ物を買ってきました。いろんな食べ物を与えて反応を見てみたいと思います。まずはそう、粉もんから行こうか。粉もんってさ、俺の勝手な固定概念かもしれんけど、濃い食べ物が多いようなイメージがあるよな。はい、食べられる？まあいいや、ありがとう。食べ物として認識してないんか、その前に。お前結構粉もんだぞ。粉もんって濃い食べ物やけん。うまいって言いそうなもんかなと思っとったらそうでもなかったかな。じゃあ他、多分これはあんまりゲージ増えんやつやな。例えば甘いもんとかどうかな。ミルキークッキー、これミルクッキーすら食べ物って認識してないの？お前贅沢さんな。逆にさ、食べ物じゃないもん後にたらどうするんだろうな。このカット版。あ、それは確かに新しい反応やけどさ、カット版見て食べられるかどうかっていう反応するのはどうかとは思うけどね。このあずさんさ、あらゆるものを食べられるか食べられないかで判断するタイプの女なんかな。皮取るタイプの感性をしてるな、お前は。さすがにさ、女の人ってことを考えたらさ、スイーツには目がないタイプだと思うよな。ショコラケーキ。スイーツも食べられるか食べられないかっていうちょっと判断がつかない？こういう人の食べ物の概念ってどうなってんだ？そうなると、この人に何を与えていいのか分からんようなんだけど。けどさ、コカ・コーラとか飲み物、デブのお供コカ・コーラだったら、そういう言い方もどうかなと思うけどさ、デブのお供コカ・コーラだったら、ピザと相性がいいんだったら、ハンバーガーとも相性がいいんじゃないかっていう俺の勝手な想像。おっしゃ、コーラはちゃんと飲み物と判断したな、お前。おい、イベント。フォッ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 フォー。あずさんさ、喋ってることで大体8割はさ、何か食べ物を口にして喋ってるよね。こんにちは、あずさん。おお、性的。これをさ、何度も連打してさ、妄想したいような、そんな感じの声です。声優さん、どんな人の名前の人なんだろう。俺は伝わるからいいんですけど、座らない人もいるので、普通に喋っていただきます？おえ？ごく。で、どうかしたの？おっと、ちゃんと喋ってくれた。あずささんと友達になれないかなって。将来的には結婚して奥さんとしてそのおっぱいを提供。いきなりそんなこと言われてすぐいいよって言う人あんまりいないと思うぽ。それは確かに、それは確かにだ。うん、鋭いとこついてくるな、あずささん。あ、まだ食べてる。あ、うん、どうにも無意識に
おばちゃう。それでよく太らないな。よくその養分がおっぱいばっかりに似てるな。もう世の中の女性みんな羨ましいと思ってるぞ、それ。え、一日どのくらい食べてるんです？一日ハンバーガー平均10個、コカ・コーラ1本、ハンバーガー10個。結構カロリー高そうだと思うぞ。食べ過ぎじゃないですか？そう？リュウニーとかもこのくらい食べてた方。いや、あの人は運動するから。暴れ回って運動になってカロリー消費するから大丈夫かもしれんけど、アスさんあんま運動しなさそうなタイプなんだよな。女性と男性とでは必要な摂取カロリーも違いますし、リュウニーさんは動くからエネルギーが必要なんでしょうし。寝てるだけじゃん。いや、あ、そうなんだろうか。けどさ、暴れ回っとう感じのことを考えたら、そっちはカロリーが消費されてると思うぞ、お前。そう言われると反論のしようがありませんけど。私も寝れば太らないかな。いや、牛になるぞ、お前。それ牛になるやつだぞ、お前。豚か牛のどっちかの二択になるぞ、お前。いや、おかしいのでは？そう？そうですよ。でも、やってみないとわかんないし、やってみたもん勝ち。おやすみ。の前にもう一個。大丈夫かな、アーサーさん。あー、これ結婚したら家事とかそういう家庭のこと全くやってくれなさそうな女の人になりそうだ。でも愛があればいいよね。さてさあ、じゃあ他の食べ物確か、あ、とか用かけたら俺はハンバーガー持っとったやん。もうピンポイントなもん戻ったやん、お前。ワックバーガーって心よ。心で買うような、この店で買うバーガーだったんじゃよ、みたいな、これ。あ、バーガーいいの？わーい、ありがとう。食いつき。めっちゃ食いつきできる、この。わーい、一回で？一回でイベント始まります。ハンバーガーの力は偉大ですな。わー、どうした、アズさん、ガーにもなく泣いて。あー、痛い！あ、ナーシ君、あ、お前、俺がナーシだと知って、知らずしてよ、お前。しばいたのか、お前、お前。どうかしました？アキがまたデブって言って、なんだあいつ！俺のアーサーさんにもいっぱいデブって言ったな、お前。あいつ飽きたか。今度会ったら、あいつのこと締め上げてやるぞ、お前。あー、悲しいですね、とはいえ。そんなにデブでもないんやけどな、アズサさん、ほんと。ひどいよね、なんでそんなこと、イフフフワー。でも、ジズですし、ジズなんだ。わー、あー、痛い。ぐす、どうしろって言うのよ。うん、それは別にいいんじゃないかな。デブは褒め言葉だと思えばいいんじゃないかな。だってさ、確かにぽっちゃりはしてるかもしれないけど、おっぱいもでかいし、そういうんで男を釣れるし、そういう魅力はあるんだ、アズサさん。それに、おっぱいじゃなくても、顔もそれなりに可愛いと思うよ、俺は。結婚しよう。食品制限しませんか？やっぱりそこかになるか。食べる量減らすの？また食べてる！どうにかその食欲抑えましょう！抑えたら痩せる？痩せはしないですけど、太るスピードが落ちるだけです。痩せる。え？私、痩せる。デブって言わせない？じゃあ、僕も、俺も協力しますよ。ほんと？じゃあ、どうすれば痩せる？そうだな。ライズアップ行こう、ライズアップ。ぷーぷー、ぷーぷーってやったらさ、てってれーてっ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 てれーのところではさ、なんかおっぱいが小さくなっとったら嫌やな。でもダイエットしたらさ、女の人ってダイエットしたらさ、胸から痩せるってよく言うよね。大丈夫かな？運動はできます？嫌い。とりあえず、その、まず食欲を抑えるところですかね。どうすればいい？ガム噛んでるとお腹いっぱいになるらしいですけど。なるほど。ガム。確か、リュウニーもらったやつあるよ。噛めば噛むほどお腹いっぱいになるらしいです。なるらしいです。満腹中枢を高めていくってやつやな。オッケー、アーム。なんか、もったいない日。よく噛んで噛みましょう。わー、なんかそれっぽいかも。これならあんまり食べなくてもいけるのフォー。
ガム食べながらバーガー食べちゃ意味ないですよ。それ口の中でさ、変な不協和音起きない？変な不協和音起きないかな、それ。フォー食べてたのが発砲になれば大丈夫でしょ。まあゆっくりで大丈夫かな。まあ俺が成人になって結婚する年になるまでに痩せとけばいいかな。うほー、じゃあ俺数日後また様子見に来ますから。わお、頑張ってくださいよ。わわーい、大丈夫かな。絶対大丈夫ないし。数日後って言うて、せいでもならしくは甘やかすのだ。ハンバーガーを与える。あ、また一回で済んだ。わーん、いやー、ならし君と M 心が戦えるためにこの笑顔を見せる。体重増えた方。食べる量どのくらい減りました？1日12個ぐらい増えてる。増えてる。2個増えてる。そんなんで痩せれると思うの、バーガー。増えてませんか？夏だからちょっとバレたからさ、食べたくなるじゃん。仕方ないフォームもぐもぐ。あずさん、世間一般で言うバテるって逆に食欲なくなることなんですけど。もう少し厳しい言い方の方がいいのかな。ライズアップ行こうぜ。今度こそライズアップ行こうぜ。どんなフォー？食べ過ぎることに恐怖を覚えるようにするとか。そんなことできるんだ。食べることに恐怖を覚えさせるとか。言って意味がちょっとわからんない。食べることにトラウマを与えるってことですかね。え？怖い人、よし、ついてきてください。ここだ！フォ？フォフォ？ちょっと待っててください。リュウリさん！お兄さん呼んできた。おう、どうした？あずさんがダイエットしてて、それで食べ物を口に含んだら怒ってもらえないかなーって、そういうこと？そんな感じのことでいいんじゃ。結構、おお、お兄さん怖いってイメージ持っとんかな。それはダイエットに関係あるのか。ちょっと気を引き締めていただけないかなと思いまして。なるほど。まあ、アズのためにもなんなら、俺は協力してやるぜ。おっと、妹思いのお兄さんだった。というわけで、アズ、前に出ろ。やだよ、リュウニー怖いもん。おっと、聞いている。なんでもねえなら、手を口も出さねえや。だがな、これからのことも考えろ。この先、バーガーだけ食って生きることなんかできねえ。今はよくても、そういうのは必ず後で体調に出てくる。てめえの兄貴としても心配なんだよ。病気になってしまったらな。おほう、素直に心配してくれてる。こういう不良ってさ、結構遠回しに寸定的な心配するだろうけどさ、このリュウリさんはちゃんと素直に心配してくれる。いい兄貴を持ったね、あずささん。だから今やめろ。今の決断が、後の大きな結果につながる。難しいかもしれねえが、自分で決めるんだ。なんかそれ、本家のライズアップさんが言いそうな言葉言ってる、リュウリさん。あれ？リュウリさん、もしかしてこの体着てるのってライズアップで？ライズアップでやったんですか、この体。皆さん、ライズアップに通えばこういう体になるらしいですよ。おっと、なんか、アウズさんもちょっとやる気を出したような顔になってるぞ。うわぁ、食ったかい。食ったかい。うほぉ、このままメタボリックシンドロームにもなって審査してんのか、てめえ。今すぐ吐け。リュウリさん、やりすぎです。こんなもんでいいのか。ああ、はい、大丈夫かな。泣いてる。思いっきり泣かされてるやん。苦情気のガキならそんな顔すんじゃねえ。アズもそんな意志が弱いやつじゃねえだろ。あ、というわけだ。その袋に入っている残りのバカ全部いただくからな。わめくだ。おい、お前ら、それ全部食っていいぞ。マジっすか。やったぜ。あー、私の昼ごはん、これだけで昼ごはん全部なの。飴とガムならやる。これで大体どうにかなんだろう。痩せたらでけえ肉でも今度俺がおごってやるよ。それ効果あるんすかね。それリアマウントしちゃうタイプのやつじゃないですかね。
頑張る頑張るんだ。ご褒美当たるら頑張るんだ。お、頑張れよ。やる気向上してるっぽい。ありがとうございました。わった、これでようやく痩せれる方向になるんじゃないかなっていう希望が見えてきたよ。そして数日後のテイ、そんな中奈良志くんは結局のところ甘やかしてハンバーガーを与えてしまうのでした。あ、くそ、今回は1回ではダメだった。あ、竜に怖がってるやん。あずささん、竜にのこと怖がり始めたやん。ちょっと夢にも出てきてんじゃないのか。ごめんな。けどこれもさ、痩せるためだけん頑張って。ほらほらほら。竜にのことを連想しそうなアイテムだぞ。あ、連想しそうなアイテムでイベント始まったんやな。あ、ナーシ君。いやー、ちょっと何もないのに戦うのはやめてください。あ、でも奈良地区にとってはご褒美なんで、そのまま続けてください。あたし、ちょっと痩せたったよ。あ、痩せたんじゃ、効果効いてる、効果効いてるやん、お前。あ、確かにデータから見てもそのようですね。うんうん、感触もリュウニーが起こるからできなかったし、そしたらちょっと痩せたの。でも今食べてますね。食べてんのかい。リュウニーには内緒ね。それはあなたの対応次第ですよね。あなたがその胸についているハンバーガーを見せてくれるなら考えますけどね。反動ができちゃってるの、今来ちゃってるのか。なるほど、リバウンドか。ここに来て心のリバウンドが始まってるな。ふう、でももうちょっと食べる量を減らせば海も行きたいふい。え、海に行く分ではその体型でもいいような気がするけど、むしろなんかセクシーで。でもすでに水着ですよね。それ確かにこれ水着なんだな。なんか水着っぽいなーっていう露出多いなーって感じで、だいたいズボン前のチャック閉めればいいのにって思うのに開いてるもんな。これ下ビキニの履く方やけん見られても別になんか感じなんかな。ふん、水着が一番きつくなくて楽な方。ゆっくりでいいので頑張りましょう。海行きますよ。てかさ、何気に次のストーリーで海行くような、なんかすごいタイミングの良さなんやけど。うーん、頑張るフォー。俺も一緒に行っていいですか。てか、俺たちと一緒に海行きませんか。次ストーリーで海行くんで。いいフェフォー。じゃあ、友達に。おっと、この間高い友達になろうとしてる。ダメですか。いいフェフォー。よし、お願いします。やったー、よろしくフォー。よろしくフォー。気が抜ける挨拶だ。でもそれがいい。ありがとうございます。ダイエットの俺、ダイエットの俺来たー。何だ、チーズバーガーにつくハッピーセット、なんかめっちゃバタと動いて面白いよ。わかりました、ありがとうございます。ハッピーセットとかあるんだこれ。こうハンバーガーショップにも。そうか、あずさん、あずさん、海に一緒に行こうって決まったわけですし、これ受け取ってください。花火です。あ、この後に及んでお前まだ食べ物かどうかっていう判断基準してるな、お前やめろそれ。